ヒオス、ニジェールヒオスは、ユーラシア大陸原産のナスカの植物である。現在は、世界中に分布している。多年層または一年層で、園芸植物や薬用植物として用いられる。ヒオスは、マンドレーク、ベラドンナ、朝鮮アサガオ等の植物と組み合わせて、その抗精神作用を利用して麻酔薬として、歴史的に用いられてきた。抗精神作用としては、原子や、 浮遊感覚がある。ヒオスの利用は大陸ヨーロッパ、アジア、中東で始まり、中世にはイギリスに伝わった。古代ギリシア人によるヒオスの利用はガイウスプリニウスセクンドゥスによって記録されている。この植物はアーバ・アパロナリスと記述され、アポローンの神官によって信託を得るのに用いられた。ヒオスには毒性があり、動物なら少量で死に至る。 ヘンバネという英名は1265年まで遡る。語源は定かではないが、ヘンは鶏という意味ではなく、おそらくもともとは血を意味していた。ヒオスの早種子には、ヒオスチアミン、スコポーラミン、その他のトロッパーにアルカロイドが含まれている。人間がヒオスを摂取した時の症状には、幻覚、動向三大、情動不安、肌の好調等がある。また人によっては、 貧脈、痙攣、嘔吐、高血圧、超高熱、運動失調等の症状が現れることもある。すべての動物が毒性の影響を受けるわけではなく、与党が等の町名の幼虫は、ヒオスの葉を食料としている。11世紀から16世紀にホップに代用されるまで、ヒオスはビールの原料として、風味付けに用いられてきた。ヒオスの花1910年。 ロンドン在住のアメリカ人ホメオパシー実践者であるホーリーハーベイ・クリッペンは妻を毒殺するのにヒオス。また、ハムレットの父の耳に注がれたヘベノンという毒物はヒオスのことであると考えられている。2008年、シェフのアントニー・トンプソンはヘルシーオーガニックリビング誌の8月号にヒオスをサラダに入れると美味であると寄稿した。その後彼は 赤座と混同していて間違えたと釈明し、購読者に対し、ヒオスはとても毒性が強く、決して食べてはならないという警告文を郵送した。ありがとうございます。